俺には荷が重かったのか早すぎたのか。そんなことない。1年かけてメインイベントまでたどり着いたぞ。1年前言ったよな、新日本でてっぺん取るって。まだまだ次のツアーもチャンスはある。なんなら吉田彩ともやってみたい。もっともっとたくさん道が広がってくる。最後のゴールはベルトだ。チャンピオンになってからまた新たな道を考える。もっと強くなって見返してやる。まあ、石田選手久々に当たって、まあ、試合後に球場に呼吸されましたけど、石田選手はいかが久々に当たってるんでしょうか。ちょっと焦ってるのかな。やっぱり悔しかったんじゃないですか、去年戦えなかったことが。どういう選手かっていうのは1年間すっかり忘れてたんで、まあ、ね、突っ込んでこられたその蹴りの重みを感じながら、そういえばこんな選手だったなちょっとずつ思い出してくれます、ちょっとやっぱりタッグマッチだといまいちなんかその完全伝えるけどあったんで、でもお客さんの民意がね伝わればやっぱり自然と体が止まるかもしれませんし、ね、まあ、最後煽ったらあれだけのお客様が、ね、盛り上がってたんで、まあ、彼の熱意ってのが伝わったんじゃないですかね、はい。パートナーの海野選手とか、一応抜擢的な感じ、これは決して抜擢だとは思わないです、あの海野翔太って、ね、若い選手の中でね、やっぱり負けん気の強さとかその前に出ようってものがすごく強い選手なので、まあ、結果的にはメインという形になりましたけど、決して僕は抜擢だとは思わなかったです。むしろ翔太がどんなもの出せるかなと、やっぱりいいもの出してましたよね、見てて。今年ライオンズゲート、今年初めてライオンズゲート、今年もまたライオンズゲートどういう、まあ、コンセプト、方向性で長野さん的にはやっていくという方向でやっていきたいという思いがあります。やっぱり若い選手の底辺拡大というかね、底上げも含めて、ね、やっぱライオンズゲートとはいえ、海野翔太が今日メインを経験したということは彼にとって大きな経験、ね、今後の大きなプラスになるでしょうしね。まあ、今日また新人が2人デビューしましたけど、非常に素材と素質のいい選手なんで、持ってる運動能力も含めて、ね、すごくいい人材ですけど、それがやっぱりいい形で伸びていってくれれば、まあ、新日本プロレスは明るいなと、思いますし、ね、中田さん本人としては、次、吉田選手とシングル組まれれば全然。今お客様がね、あれだけ望んでたら嫌だよとは言えませんからね。まあこれがライオンズゲートの売りになっちゃうかもしれない。まあ、去年は決まってて残念な思いっていうのはね、まあ、僕よりもあの吉田君の方がそういうのを話をして、ね、その思いがあってようやく怪我が治ったんで、気持ちは出てるんだろうけど、やっぱちょっとなんていうのか、ちょっと若干絡まれてるかなと思うんですけど、それも若さなんで、絡まれするときはしちゃうっていうのは、それも経験になってくるわけですからね。まあ、長田選手はまだまだ10年、20年健在でしょうか、でしょうからね、もう一つ戦いたければ、そういうチャンスはまだもう20年はあるでしょうから、20年ってことは俺70年、今月、掃除だから、でもその1年1年を大事に、若い選手には、ね、いろんな、いい意味の経験を積んでほしいなと思います。はい、こんなとこですか、はい、やっぱ試合はいいですね、久しぶりにやると。最近試合なくない方が、ね、逆に忙しくて、逆になんか忙しすぎて、でも試合があってこうやっていい汗かけると、やっぱり自分はまだまだレスラーなんだって実感しますしね。若い選手がガーッと伸び上がってくるのを見ると、伸びてくるのを見ると、思いっきり上から、ね、踏み潰してやりたいっていう、思いもありますしね。いや、ライオンズゲート、久しぶりにね、ライオンズゲート、いい汗かきました。以上です。どうもありがとうございました。はぁ、まずはライオンズゲートで、自力でやっと勝つことができて、よかったなと。
自分は去年一度怪我をして穴を開けてしまっているんで、もう一度永田裕二に自分という吉田綾人というレスラーを刻めたと思ってるんで、次こそシングル実現させたいと思ってます。まあそういうことや、終わりや、明日行こうか。